では、初日直線競争を走られる佐藤選手の話を伺います。まあ、前回優勝ということで調子良さそうです。そうですね、まあ、そうですね、調子は大丈夫です。そのあたりこう練習の手応えとかいかがですか。手応えは、まあ、それなりにですね。ここ砦競輪場はこう過去に走られた経験とかありますか。は何回かありますね。その時の印象はいかがでした。そんな悪い印象はないんで多分大丈夫だと思います。今回もちょっとシリーズリーダーって感じなんですけど、そのあたりいかがでしょう。いや、あんまりそういうの考えずに、はい、頑張りたいと思います。では明日からのレースに向けての意気込みをお願いします。明日から頑張ります。応援お願いします。